皆さんこんにちは、りくチャンネルです。今回はじゃーん、ディズニーのテクノロジア魔法学校を紹介したいと思います。これが届いたので開けます。じゃーん、ディズニーの魔法の本が届きました。で、特典アイテムもついてました。白雪姫のポストカードで、今ね、この魔法の本は白紙に近い感じなんですけど、プログラミングを学んで自分でこの本を完成していきます。ディズニーの世界を楽しみながらプログラミングを学ぶんだよ。すっごい楽しみだね。じゃあ早速やっていきます。じゃあ届いた本はこんな感じ。じゃーん、見て、可愛くない？メインレッスンをクリアしたら、こういうポストカードが家まで届くんですよ。で、それを、まあ、例えばこういうところとかに入れていく。すごい楽しみ。いっぱいクリアしないとね。で、いろんなディズニーの作品があって、ラプンツェルとか、ズートピア。で、アラジンとか、シュガーラッシュ。で、あとは、美女と野獣。本当にいろいろあるの。お、不思議の国のアリスで、あ、スティッチもあるじゃん、かわいい。スティッチ大好き。え、かわいい。お、プーさんもある。本当にいろいろあるんだね、かわいい。で、これは、お、ベイマックス。すっごお、これは白雪姫じゃん。かわいい。あ、あ、夏雪の女王エルサだ、かわいい。本当にいろいろある。あ、これは眠れる森の美女だ。で、ここら辺にある、ここポストカード入れるところだと思うんです。届いたらここにこうやって入れたりできます。本当に楽しみ。家までに届くっていうのがすごい。本はこんな感じです。で、これは本なんですけど、あのプログラミング自体はパソコンでやります。 Mac でも Windows でもどっちでもできます。で、3つのコースがあって、 Web デザインとゲーム作成で、メディアアートの3コースがあります。もうどれも楽しそうだけど、もうそこまで頑張っていきたいと思います。じゃあ早速パソコンの準備やります。もうパソコンも準備して早速始めたいと思います。もう楽しみです。テクノロジア魔法学校って出てきました。さっきオープニングとか出て、校長先生が本について説明してくれたり、あとクリックの練習とかスライドの練習とかもしました。じゃあもうミッション始まったのでやっていきたいと思います。お、出てきた、すごい。じゃあ早速やっていきます。3つのジェムを探します。マップで他の場所を探す。あった、マップ。ホールに行ってみようか。大きなホール。リンというキャラクターが出てきました。ここにジェムがあったとしたら見つけるのは大変だ。改めて探してみようか。じゃあマップで他の場所、このホールにはないみたい。じゃあ中庭。私にとってはスポーツよりも本を読みたい場所ね。もったいない、気持ちいいのに。じゃあジェム頑張って探します。あれかな。お、見つけたかな。お、ジェム見つけました。一つ目のジェム、黄色の。やった、よかった。マップに行ってあと2つのジェムを見つけます。じゃあ次は教室行ってみよう。お、またジェム見つけた、やった。2つ目のジェム、あと1つだよ。ここに1つあったね。ジェムが見つかってよかったじゃないか。あ、見て、ミーミル、こう、かわいい。それはお前のおもちゃじゃないぞ。かわいい。いや、失礼な、私は遊んでなどいない、断じて。じゃあ次は玄関かな。あれって見つけたかな。おー、やった、3つ目のジェム見つけました。アキトもじきに飛べるようになる。え、飛べるようになるんだ、すごい。もう3つジェム見つけたので、次はどうするんだろう。よし、マジックサークルを開いてジェムのレッスンをすべてやってみよう。これか。これ全部どこを押してとか教えてくれるので、安心してゲームで遊べます。で、これかな。あ、これはやったね。3だ。タイピングの魔法のレッスンをしていきます。これちゃんとね、画面で教えてくれてるので、すごいわかりやすい。こうやって消す練習できました。こうやってパソコンの使い方とかも教えてくれるから本当にわかりやすい。大文字にできるんだ。これを押しながら、おお。で、次のステップに進みます。ここに文字を打ち込む。左の大きいところに表示されます。困ったらここのヒントウィンドウを見てみよう。では文字を入力していこう。あ、ここに表示されるんだね。スペースを打ち込むときはスペースキーを使おう。すごい分かりやすく教えてくれるよ。で、次はドットピリオド。プログラミングではドットと呼ぶことが多いんだって。
で、I have a book で、ドット。で、次、びっくりマークは大文字の時と同じ。できました。最後のタイピングが少し難しい。全部大文字、カンマ、スペース、びっくりマーク全部ついてる。ハローワールド。できました。これでタイピングのレッスンは終わり。おー、やったー。ノーヒント、全問正解。やった、よくできたな。おー、4は何だろう。タイピング、コーディングの基本はタイピング、しっかり身につけよう。これを消してマジックって書くんだね。できた。次は日本語。キーボードのカナキーを押すと日本語入力に、英数キーを押すと英語入力になります。すごいわかりやすく教えてくれるよ。さあ、日本語を入力してみよう。カナキーを押して、お、できた。次はカタカナ。ひらがな入力をしてからスペースキーを押して変換する。え、これは知らなかった。お、できた。すごいね、面白い。次はウェブサイトの一部を書き換えてみるぞ。お、ブック、本に変えるんだって。消して、ほう、お、できた。じゃあこのタイピングのレッスン頑張っていきます。クリア5をやっていきます。コピーペーストについて学んでみよう。英語入力にしてアップル、コマンドを押しながら C で、次はコマンド U。 これでできた。 OK だ。これで次は何だろう。こういうワクワクするよね。お、なになに。おお、校長先生のところに戻ります。これで魔導書のブックレッスンが開封された。校長先生、ブックを手に入れたらそのブックのレッスンをいつでも進めることができる。なるほど。次は校長先生の試練。キーワードを入力しよう。やった、クリア。よくできたな。それからアキト、ドリームライトペンシル。君はドリームライトペンシルを持っているね。ドリームライトペンシルってなんだろうね。ドリームライトペンシルはマジックブックの住人たちを召喚できる魔法のペンだ。魔法のペンだって。ここテクノロジア魔法学校ではあの3人を呼び出せる。その3人とは、会いに行ってみよう。3人に会ってみます。じゃあ、あの3人を探しに行きます。どこにいるんだろう。じゃあマップで、あの3人はこの近くにいるかも。教室、あ、ここではないね。ね、見て見て、ごきげんよう、グーフィー。元気かい。グーフィー出てきたよ。うわー、やった。それはよかった。一人目、グーフィー。君に彼らを紹介させても。僕はグーフィーだよ。グーフィー喋ってる、かわいい。かわいい。かわいすぎる。友達を探すんだって。あと二人だね。またね。あー、かわいい。すごい、キャラクターが喋ってるから、もうすごい楽しめます。じゃあ、あと二人探してみます。わあ、ドナルドじゃん。2人目見つけた。あー、かわいい。やったー、2人目。3人目誰だろう。ミッキーもしかして。あー、かわいい。あー、かわいい。かわいすぎる。もう1人の友達もここの近くにいるかも。ホールかな。いや、あ、ミッキーじゃん。あー、やったー、ミッキー。私もそなたに会えるの、今か今か。はははあー、ミッキーだ。あー、ミッキー、どうしたの。かわいい。待って、やばい、かわいすぎる。あ、そうだ、このさ、本にさ、あ、ほらほら、この3人が載ってる。あー、この3人なんだね。わあ、すごい嬉しい。本当に楽しいよこれ。よし、じゃあ続き。そう、はじめまして。会えて嬉しいな。あー、かわいい。そういえば、はい、どうぞ。僕が持ってきた本を君たちに貸してあげる、だって。よろしくお願い。楽しみだな。ミッキーのブックレッスンをクリアせよ。ブックレッスン来た。1かな、まずは1。まずは画面について説明するぞ。お、できた。お、これが円でできた。最初の数字は画面の一番左からの距離を決めるんだって、最初の数字は。すごいね、これね。これは自分でどこにやるか、数字で決めてやるんだね。最後の数字を変えてみよう。300。できた。おお、これは大きさだ。一番最初が左からの1。次は上からの1。で、大きさ。すごいすごい。おお、クリアー。よくできたな。ね、面白いね。
わかりやすく教えてくれるし。やった。次は2。色を塗るのかな、次は。じゃあ、頑張ります。3つ目、クリアできました。で、1が円を描くやつ。そして2が円の色。そして3が円がマウスについてきて動くやつをやりました。で、次はこれ。ミッキーが出てきました。サークルアート。もう、良いは良いか。始めるぞ。じゃあ今まで、やってきたの復習みたいな感じです。ね、すごいね、本当に。できた。もう一つの円を描いてみよう。お、できた。この調子でもう一つ円を増やしてみよう。ミッキー出てきた。すごい。私がこう丸の大きさ変えただけでミッキーの形になりました。見て見て。おお、次は赤くしてみよう。今まで丸の描き方で色を半透明とかレッスンしたんですけど、で復習みたいなのやったら、見て、こんなのができたの。すごい、楽しい。ミッキーがこうやっていっぱい出てくんの。次はどうなんだろう。おー、クリア。ありがとう、ミッキー。うん、ミッキー。わかった。ゲンカ。おーい。お、呼んでる、ドナルド。あ、いた。ギョギョよ、ギョギョよ。かわいい。お、ドナルドの本。お、ドナルドのブックレッスンをクリアせよ。よし。お、これだ。次は4個あるね。じゃあ、頑張ってやっていきます。ウェブデザインの基本を学ぶぞ。だって。お、できた。こんな感じでやっていくんだね、ウェブデザインは。じゃあ頑張ってやっていきます。今フォントを変えたりしてます。え、これかわいいね、左のフォント。これはなんかかっこいい感じがする。なんかディズニーっぽくてかわいい。お、なんかこれ綺麗、かわいい。 OK、 クリア、やった。で、次はドナルドの。お、出てきた。じゃあ次は最後これ、お帽子屋さんのウェブサイト。作るみたい、自分でウェブサイト。おい。クリアしました。やっと。結構ね、大変だったけど、頑張ってやった。できました。うん、楽しかった、ウェブサイト作るの。次は、グーフィーかな？またメモ。またメモ？はい。グーフィーのところに行くんだね。いいよ！お、グーフィーいた。わー、かわいい。3人揃いましたね。はい、グーフィーの本やった。楽しみだな。よろしくね。次はグーフィーのブックレッスンをクリアせよ。第1章最後のレッスンだって。グーフィーはね、ゲームって書いてある。ゲーム作成をするみたい。面白そう。ゲームを作るんだ。クリアできました。こんなにね、楽しくできるなんて本当にびっくりしました。あ、今車が動きました。ほら、また動いてる。文字を入れただけで車が動いたりします。4もクリアできたので、最後はこのグーフィーのやつやっていきます。メインのやつだね。ロックバンドっていうのやっていきます。ミュージックマシンを作る。すごいね、自分でピアノできた。教えてもらった通りに書いただけでピアノが出てきました。音は出るかな。画面をクリックするとピアノの音が鳴るようになりました。おー、すごい。じゃあ次はギターの画像を入れてみます。左を押すとピアノ、右を押すとギター鳴るようになりました。おお、すごい。これがプログラミングなんだね。すごい。文字を入れるだけで写真を入れたり音を出したりできるので本当にびっくりしました。で、次はもう一つの楽器をやっていきます。今色を変えたりしました、楽器の。お、おお、すごい、できた。おお、すごい。で、この音楽に合わせてギター弾いたり、おお、これサックスっていう楽器で、ピアノで、ギター。おお、できた。やった。結構ね、これ多分一番時間かかったと思います。でもできてよかった。すごい。これ自分でやったとは思えないよ。で、クリアできました。やった。これで多分第一章は終わりだと思います。よかった、できた。よくできたな。お、またメモ。さっきから何かしら。はい、今日はありがとう、ミッキー。またね。またね。あ、ドナルドも。またね。ありがとう、ドナルド、グーフィー、ミッキー。お、黒い手紙が。ん？お、校長先生。どうしたんだ、君たち。
こんな時間に。手紙みたいなものが俺のところに届いたんです。手紙？ミーミル、本の中の世界に入れるというのは本当でしょうか？ああ、本当だぞ。私が連れて行くことができるのは転校生たちだけなんだ。なんと。本の世界に入るんだって。ミーミルと一緒に本の中の世界に入って、そこで起こっているという問題を解決してきてもらえないだろうか？私、入ってみたい。いいわね、本の中に入るんだって。私も行きたいわ。行ってみようよ、アキト。楽しみ、本の中に入れるんだ。なんなら今から行くか、アキト。俺のテクノロジアでの長い旅がこうして始まった。こんな風にして、お、第2章入ります。やった。もう面白いんだ。第1章終わりです。この先やった、どんな魔法を学んでいくのかな。第2章、大魔法祭に願いを。お、第2章の次は。やった。俺たちの、もうこのね、プログラミングのゲームは本当に自分がディズニーの世界に入ってるみたいで、すっごい楽しめます。じゃあ早速第2章始めていきたいと思うんですけど、なんと家にポストカードが届きました。ほら、テクノロジア魔法学校とミッキー、ドナルド、グーフィーのポストカードが届いたんです、家に。で、このポストカードはこの魔法の本に入れていきます。もう嬉しい、本当に家に届いたんだよ。はい、できました。ほら、こんな感じ。え、すごいかわいい。もうもっとポストカード届くように頑張って進めていきたいと思います。で、第2章謎キットの本も届きました。これも本に貼っていきたいと思います。じゃあもう本の準備はバッチリなので、第2章進めていきたいと思います。始まるよ。あ、また出てきた。あ、もう次の日になってるね。第1章の第2章、大魔法祭に願いを、始まります。大魔法祭？お、大魔法祭、うん、4人1組のチーム戦らしいんだ。みんなで参加しない？あなたたちも大魔法祭に参加するの？お、新しいキャラクター出てきた。サブリナだって。私はサブリナ、教頭先生。大魔法祭の開催は今日から十昼夜後になるわ。もう優勝した時もそうだ。また新しいキャラクターかな。何一つ魔法を身につけていない。バートランドだって。聞いたぞ、アキト。そなたたちも大魔法祭に招待されたらしいな。アキト君、はじめまして。僕がメンターのアシュリーだよ。じゃあ行くよ。赤、青、緑の間に行ってまたジェムを探すみたい。じゃあ頑張って見つけます。マップに行って2階。お、2階に行けるようになったんだ。お、赤の間、メディアアートの魔法ができる。ここではなんと、お、メディアアートのジェムを手に入れた。やった。早速次は青の間。じゃーん、青の間です。ここはウェブデザインの魔法が勉強できたりするんだって。ウェブデザインは、お、またウェブデザインのジェムを手に入れた。青だ。じゃあ、あと最後、緑の間。じゃーん、緑の間。こっちはゲームの勉強だって、はい。お、またゲームのジェムを手に入れた。3つのジェムを見つけたので、ジェムレッスンをやっていきたいと思います。で、私はね、ウェブデザインやってみます。これかな。頑張ります。じゃあもう、メディアアート、ウェブデザイン、ゲームの1クリアしたので、またアシュリーが出てきました。みんなお疲れ様。お、本の中の世界に行ってみるみたい。楽しみにしていたの。楽しみ。いよいよ本の中に入るのだな。おー、もう本の中に入ります。私にどんどん任せておくとよいぞ。あ、いた。やったー、いた。これで本の中に入れる。本の中に入れるかな。そうだよ、行こう。お、ラプンツェルの本を手に入れただって。おー、やった。お、ズートピアの本を手に入れた。アラジンの本を手に入れた。やったやったわね。これでいよいよ本の中に入れる。このままでは本の中には入れないぞ。え、なんで？なんかジェムが足りないみたいなので、明日はジェムを探していくみたい。宿舎に戻ろうか。もう入れると思ったのに。お、朝になった。ミッキーを呼び出せるのは、ミッキーを呼び出すんだね。確か。おミッキーが出てきた。やあ、みんな元気？久しぶりのミッキー、かわいい。お、ジェム一つ預かってんだって。どうぞ。お、やった、もらった。いいの？ははまたね。まずジェムレッスンをね、全部クリアしないと本の中にはまだ入れないみたいです。早速頑張ってジェムレッスンクリアしていきます。ジェムを全部持ってるのがラプンツェルの本なので、この2番からやっていきます。おー、やった。もうこれができるようになった。おーすごい。お、本の中に出発するよ。おー、
超楽しみ。もうラプンツェルの物語だ。もうラプンツェル大好きだから嬉しい。かわいい。ラプンツェルだ。わあ、嬉しい。メディアアートやってみます。おー、これが出てきた。すごい、ランタンが動いてる。すごい綺麗。これ自分で作ったとは思えないんだけど。お、やった、クリアした。お、クリア。お、すごい、ラプンツェルのストーリーじゃん。超綺麗なんだけど。やばいやばい、すっごい綺麗。本の中へ行こうよ。あと2冊の本の中にも行きます。ズートピア、アラジンのブックレッスンをクリアせよ。ジェム探していきます。わあ、お、ドナルドがいる。かわいい。お、ジェムもらった。やった、ウェブデザインのジェムを手に入れた。いいよ。お、グーフィー。はい。お、ジェムもらった。ゲームのジェムを手に入れた。じゃあ早速レッスン始めていきます。じゃあこのズートピアの全部やっていきます。ウェブデザインのレッスンです。ズートピアの。ウェブデザインはなんか自分でサイトみたいなウェブを作るみたいで。3番ではなんか色を変えたり、背景の色を変えたりしました。で、次、4番がシンプルなレイクアウトに飾り付けをする方法だって。一章の時に学んだフォントの変え方もここで使いました。すごい可愛いフォントになった。本当に文字を書くだけでフォントとかが変えられちゃうからすごいね。さっきは普通にシンプルのだったんだけど、なんか全部綺麗になりました。お、これになった。木材みたいな感じの背景になって、すごい。影をつけよう。影だけ入れるだけで結構変わるね、雰囲気が。お、なんかちょっとぼやけて綺麗で、6番はさっきやってきたのをほとんどやるのかな。おー、本格的なウェブサイトを作るんだね。お、コーヒーの画像が入った。ここのメニューの色を変えたり、ここにあのテクノロジア魔法学校のなんだろうマークを入れたりしました。お、四角から丸くなった、このマークが。お、背景が入った、綺麗。お、できた。すごいいい感じの雰囲気。クリアできました。やった、自分でウェブサイトを作ったんだよ。すごいね。じゃあもうとうとう本の中入れる。ねえ、行くぞ。お、本の中に入ります。おー、やった。おー、ズートピアじゃん。やった。手がかりを集めるためにウェブサイトを作るんだって。お、出てきた。これタイトルのこれマークかな。ズートピアポリス。文字の大きさを変えるんだね。お、できた。お、フォントが変わった、いい感じ。なんか出てきた、写真が出てきたよ。画像、犯人の手がかりを探すためにズートピアのウェブサイトを作ってるの。お、できた。お、すごい、真ん中に寄ったよ。お、クリアした。やった、よくできたな。ウェブデザインレッスンが全部で3つあるんだって。あ、続きだって。さっきのメッセージを載せてみようだって次は。お、画像が出てきた。ズートピア警察庁の署長が出てきました。今回のは文章を入れたり、署長の画像を入れたりしました。あと間を空けたり。お、クリアできました。やった、レッスン3やっていきます。ウェブサイトが完成するね。自分で好きなように書いてみるのかな。できた。ピクチャンネルからもよろしくお願いします。ズートピアのウェブサイトを自分で作ってね。しかもリクチャンネルの名前が入ってんの。こんな感じで行方不明者3人写真と名前を入れました。次は文字を、この文字を大きくしていきます。お、もう完成かな、ウェブサイト。おー、すごい、できた。ズートピアの警察署のウェブサイトが完成しました。お、クリアしました。やった、ウェブデザイン終わりました。お、またストーリーが見れるのかな。お、おお、本が読めるようになったよ。俺たちが、じゃあまた、じゃあまた明日本の中に入れるみたい。じゃあ最後はアラジンのレッスン始めていきたいと思います。自分でゲームが作れるんだ。
お、こんなのが出てきた。今まではなんかいろいろ動いたりするやつだけだったんですけど、見て、今は自分でマウスで動かしてお化けがこのブロックを押し出す。ほら、クリアしました。やった。とうとう本の中に行きます。今日も楽しみだね。よし。お、やった。入ったかな。お、アラジンだ。お、ゲーム作り始まる。見て、ゲームができんの。またスタート。キーボードの矢印のボタン、うん、ぶつかんないように。おお、お、え、早い。おお、やった。ウユの魔法を習得した。確かに本当に最高。いや、普通に読めるようになってる。本がね、読めるようになったんだ。3冊、ラプンツェル、ズートピア、アラジン。やったやったわね。お、大魔法祭が始まる。生徒の皆さん、今年も大魔法祭にようこそ。今年の3つの試練とは、3つの試練があるんだって。第1の試練、それでは大魔法祭開催。おお、大魔法祭が開催。謎が解けました。わかった。おお、すごい。見事な。やった。私たち本当に優勝したのね。すごい。やったな、アキト。やった、本当に優勝しちゃったよ。もう第2章終わりかな。時間だ、認定式に行こう。お、認定式が始まる。皆様方、大変長らくお待たせしました。もう認定式だ。リンさん、さくらさん、スカル君、アキト君、テクノロジア魔法学校はあなた方を魔法使いに認定します。願いが一つだけ叶うんだって。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございました。優勝した4人に改めて盛大な拍手を。俺たちの願いは、それは、あれ？これは、ん？大魔法祭で手にした章。第2章終わりだ。けれども、次回予告。全ての時が止まってしまった。面白そう、第3章。何が起きているの？アキト、ここから助けて。すごい面白そう。第3章。第3章。暗闇の第2章、これで終わりです。もうめちゃくちゃ楽しかった。なんか第3章もすごい気になるんだけど。もう嫌だ。もうね、今回は第1章から第2章、ディズニーのプログラミング学習テクノロジア魔法学校やってみたんですけど、もうすっごく楽しかったです。第1章ではクリックの練習や、あのタイピングの練習から、ウェブデザイン、ゲーム作成、メディアアートのレッスンをやって謎を解いたりして、第2章でもメディアアート、ゲーム作成、ウェブデザインの本の中入ってレッスンをしたり謎を解いたり、もうすっごい楽しかったです。で、大魔法祭では優勝したしね。もう本当に楽しかったです。そして今、ディズニーのテクノロジア魔法学校で無料体験キャンペーンがやってて、下に概要欄にリンクが貼ってるので、ぜひ皆さん見てみてください。もうすっごい楽しいです。本当にぜひ皆さんやってみてください。無料キャンペーンもあるし、あとわからないところとかヒント、あのミーミルがやり方を教えてくれたりするので、わからないところもほぼないかな。あとディズニーの世界に入ってゲームをするようにプログラミングを学べるし、あのレッスンをクリアすると家にこういう、あのこの本に飾れるポストカードが届くので、もう本当に本格的で楽しいです。もうこんなに面白いなんて本当にびっくりしました。ぜひ皆さん、概要欄からディズニープログラミングテクノロジア魔法学校見てみてください。今回はこのディズニープログラミングテクノロジア魔法学校を紹介しました。1章から第2章やってみて、もう楽しかったね。もう最後の章までやりたくなっちゃいました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。リクチャンネルでした。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございます。そして前の動画もここにあるので、ぜひ見てください。で、チャンネル登録はあ、ここチャンネル登録もよろしくお願いします。そしてTwitter と Instagram もフォローよろしくお願いします。リクチャンネルでした。バイバーイ。